あの不吉な気配は確かに消えたな。禁忌滅却の札の力は永久ではない。奴は軍玉閣によって再び古雲閣のもとに封印されたようだ。渦の魔人でも簡単には逃げられぬ。ご協力感謝します。皆様がここにいなかったら、リユエコーはどうなっていたか。今さら機嫌を取らなくてもよい。わらわたちとて偶然ここにいるわけではない。わす竜雲や、そこまで言わなくてもよいじゃろ。行幸が商売を始めた時から限りある収入で軍玉閣の建設に取り掛かったと聞いた。最初は一部屋だけだったのに増築を重ね、今のような宮殿を作り上げたそうじゃ。彼女にとってあれは商人として、そして七世の支えとして、また彼女の人生そのものであるじゃろう。軍玉閣が壊れたのは彼女にとってはかなりの痛手じゃろうな。これほどの協力と犠牲は称賛に値するはずじゃ。いいえ、交渉の手段として使えることこそ誉れです。私のためにわざわざありがとうございます。皆様がここにいらした理由も分かってます。しかし譲歩はできません。おや、3700年、皆様が帝君とリユエを守る契約を結んでから3700年が経ちました。リユエの土地は盤石のように固く、千年前と少しも変わりありません。しかしリユエはまだ3700年前のリユエというわけではないんです。この土地だけではなく、この都市、そして人々にも目を向けてください。我らの守り方を疑っておるのか。そういうわけではなく、先輩方にもう一度リユエのために考えてほしいのです。先輩とはな。わらわたちにとって七世など先輩後輩もないわ。今朝帝君の夢を見ました。私は凡人だけど、七世としての契約がある。歴代七世の積み重ねは必ず価値のあるものになる。帝君の導きのもと、私たちは人間の世界で必死に生き、貿易という名の契約の網を作ったと夢の中で彼に伝えたかった。でも目が覚めるまで何も言えませんでした。京子、傍観者としてお前たちはどう思う？そうだな、これはモンドで起きたこと、四風守護と風神の民の間の話だ。風神は彼らの対立を止めたかった。対立が残すのは心の傷だけ、メリットは何もないから。属性の七国それぞれ難点があるのね。確かに簡単な道理だが、仙人として協力してくれた異邦人の行為を無駄にはできぬ。まあ、この都市の人々に目を向けてほしいと行幸も言ったんじゃろ。バーヤはそうした。あんたたちもしてみないかい？
皆様、この度はありがとうございました。何者だ？千眼軍隊長、アイガン、礼を言いに参りました。これが最後の戦いになるかと思いましたが、皆様のおかげで最悪の事態は免れました。私は一兵士ですが、これからも全力でリーユエを守り、このご恩をお返しします。あれ？みんな元気ないね。あの怪獣を倒したのに。怖くなかったのかい？危なかったんじゃよ。怖くないよ。千眼軍のおじさんたちも、神の目を持つ大人たちも、あとリーユへのみんながいるもん。危険な時みんなちゃんちゃんを守ってくれる。普段も美味しいものや面白いものを作ってくれるもん。あ、そこのお兄さん、守ってくれてありがとう。次の怪盗祭また来てよ。いけないな。え？いけない。我は仙人だから。そっか、仙人も大変だね。みんな、これが今の時代じゃ。契約の国は仙人に感謝せねばならん。しかしここ数年、仙人の力を頼らずとも、リーユエは安定しておる。凡人と呼ばれた人々は無力じゃが、思いは強い。神とリーユエの契約は昔のことじゃ。今はもう、リーユエと人の契約の時代じゃよ。港にいるだけで違和感を覚え、しっくり来ぬぞ。お前はどうだ、竜。わらわに聞くな。先に避難を言い出したのはわらわではない。あれ、仙人たちの雰囲気がなんだか変わったぞ。戻ろう。コーマ大勢。コーマ大勢の意図はわかるぞ。久しぶりのリーユエ、記憶と大きく違う。私がここの契約を理解したとき、リーユエはまた違う顔を見せるだろうな。まあよい、帰るぞ。ふん、皆がそう言うなら我も執着はせぬ。だが我らが去った後、リーユエ七世が横暴な振る舞いをせぬか心配だ。さあさ、昨月も戻るがよい。その監督の権利はリーユエ万民に任せるんじゃ。ふう、人間と仙人の危機もこれで無事終了だな。あ、そうだ、まだ一つ解決してないことがあるんだった。この危機、孔子が魔人を呼び起こした理由は元王帝君をおびき出すためだったよな。危機は去ったけど、元王帝君は姿を見せてない。あの神の死は一体どういうことだったんだ。わからない。オイラたちが準備した送る相手のいない操船儀式が今唯一の手がかりかな。とりあえず王城堂に行って勝利に聞いてみよう。
お二人さん、何かご用でしょうか。王城堂は今立て込んでおりまして。勝利を探しに来たんだ。伝言を頼めるか。勝利先生は今いません。北国銀行に行ったようです。北国銀行、あれってファデュイのとこだろ。そういえば最後に勝利と会ったのは黄金屋に行く前だったな。魔人がリーユエを攻撃したことを知らないのか。こんな時にファデュイの縄張りに行くなんて危ないぞ。仕方ない、オイラたちにとっても危ないけど探しに行くしかないな。ファトゥス同士の協力だって。よくも俺を騙して好き勝手やってくれたね。目的のために小さなことを気にしてはダメよ、講師。あんただって取引や計画を無視して楽しく暴れてたでしょ。あんたらし、あら、あんたの知り合いが来たわよ。あ、勝利と講師だ。それとお前、あの時のファトゥス。あんたたち銀融詩人の国で会ったわね。私の名前を覚えてるなんて褒めてあげるわ。まあ大切なものを奪われる友人をただ見てることしかできなかったわけだし、忘れるわけないわね。いや、黄金屋での戦いは実に楽しかったね。また会えて嬉しいよ。お前がファデュイの執行官だって知った時からお前を信用すべきじゃなかった。まあまあ、確かに俺は君たちを少し騙してたけど、旅人に対して悪意はなかったんだよ。まあ最後はちょっと本気でやり合ったけど、これまでの協力関係は楽しかったじゃないか。そうだろ。立場が違うから君のことを根に持ったりはしない。もちろん君たちが俺を憎んでも俺は構わないよ。むしろ勝利先生と淑女の方こそよくも俺を騙してくれたね。それは今はそれよりも早く任務を続行するのよ。約束通り、あんたの神の心を取りに来たわよ、モラクス。何の話だ。契約は成立した。何時に渡そう。ずいぶんと上から目線ね。何、勝利が漢王帝君だったのか。いやいや、それ自体がびっくりだけど、なんで神の心をファデュイにあげるんだ。あげたんじゃない、契約に基づいた取引。俺と氷の女皇の取引だ。そうだ、ひどいぞ勝利。お前を迎えるための儀式だったのに、急に空から竜が落ちてきてリーユエコーは大混乱だったし、とんだ災難に巻き込まれたんだからな。水面下の暗流を集めて極限になるまで圧をかけて爆発させる、まさに彼が望んだものでしょ。俺が説明しよう。知っての通り、俺は6000年以上生きてきた。仙人たちと共にリーウェイを作ったのは3700年前のことだ。渦でうがつことのできない岩も時間に洗い流されれば摩耗する。まだその日じゃないと今まで見て見ぬふりをしてきただけだ。しかしある日、俺はある商人の部下への言葉をたまたま耳にした。君は君の責務を果たした、今は休むがいいと。その時
俺は自分に何度も問いかけた。俺の責務は果たしただろうかと。勝利。神の座を降りると考え始めた時、俺には離れられない理由が多すぎると気づいたんだ。神と共にあるリーウェ、次の時代に入る準備はできただろうか。俺はそれを観察する時間と、そして決意するきっかけが欲しかった。だから偽りの死を計画し、講師、仙人、リーウェ七世を巻き込んだ。ああ、ずっと手中にあった神の心もついに使い道を失うこととなった。その通り。だから今まで神の心を手元に取っておいた。つまり、もし取り返しがつかないことになってたら、お前は神としてリーウェを助けてたってことか？当然よ。それくらい彼にとってはお茶の子さいさいだもの。まさに親を失った子が急成長するかのように、このリーウェも神の死によって成長したのよ。今回全ての件の結末は俺の予想以上にうまく解決した。隠居していた仙人たちも、情報量が最も少ないのに最大限の自制を見せた。七星と共に危機に立ち向かい、民の心を理解しようとした。そちらの宿女も、標人との契約を果たす使者として俺の要求を聞いて、取引のことを誰にも言わなかった。孔子殿にもね。俺自身は凡人の勝利としてリーウェの伝統を守った。共に旅をしてくれたこと感謝するぞ、旅人。何もかも俺の計画だ。唯一俺の予想を超えたのはリーウェ七世が取った行動だ。リーウェを守ってくれればいいと仙人たちと同じ期待をしたが、まさかこのまま神に取って代わり、俺の死を利用してリーウェを管轄下に置くとはな。あんまりめでたいことに聞こえないぞ。いいことだと思うぞ。少し早すぎるかとも思って心配したが、彼らは俺の期待を真摯に真剣に答えてくれた。あのさ、勝利先生、散々俺を騙してたのに何も言ってくれないの？礼を言ってあげたらどうかしら。あんたが起こした騒ぎがなければこうはならなかったわ。元神はあんたに感謝すべきね。あんたが魔人を召喚して戦わせていなかったら、元神が数千年も手にしていた石ころ、リーウェもダイヤにはならなかったでしょ。誰かが俺に皮肉を言ってる気がするんだけど、気のせいかな。そうだけど、今のリーウェにとって君は恩人で、俺は大悪党だ。神の心は手に入れたし、これ以上の滞在は無意味ね。スネージナヤパレスに戻らせてもらうわ。はあ、勝手にすれば。俺は同行するつもりはない。勝手になさい。最後に聞きたいことはないか？ふむ、取引は平等が大事だって言ったよな。でも神の心ほど価値のあるものって他にあるのか？普通に考えたら確かにないな。はあ？
だが俺は契約の神。数千年間俺は幾千万の契約を交わした。利益のない取引などに俺は手出ししないぞ。標人との取引は俺が元神として最後に結んだ全ての契約を終わりにする契約だ。かの氷の女皇が一体どんな代価を支払ったかについてはお前自身の手で答えを明らかにするといい。ダメだ、情報量が多すぎるぞ。勝利、一体どんな契約を結んだんだ、教えろよなあ。契約内容を秘密にするのも契約の一部だ。ケチンボ、操船儀式は今日らしいぞ。送る主役は偽物だけど、時間をかけて準備をしたからちゃんと見ておかないとな。操船儀式をやるってことは噂は本当だってことだよな。岩王帝君が本当に、しかし犯人はまだ捕まってないよな。バカ野郎、岩王帝君を殺せるなんてきっとただものじゃない。噂で聞いた怪しい奴ら、俺はその全員を信じないからな。ただその資格がファデュイの偉い人だっていう説はかなり可能性が高いと思う。確か孔子とかいう名前だったか。ファデュイ、確かに怪しいな。強欲で嫌味な奴らだし。静かに、聞かれたらどうする。今は守ってくれる帝君もいないんだぞ。あの海の魔人、急に現れたわけじゃないよな。2000年も封印されてたわけだし。ああ、ちょうど岩王帝君の件もあったしな。な、岩王帝君を殺した奴と魔人を解放した奴が同じっていう可能性あると思うか。言われてみれば確かに、うん、可能性は高いかも。わかったぞ、きっとそいつが魔人と結託して岩王帝君を殺害したに違いない。なんてやつだ。しかしどんなやつなんだ。今までそんなすごいやつがいるなんて知らなかったが。まあいい、それよりあの戦艦軍から何かお知らせがあるみたいだ。まずはそれを聞くとしよう。七星によるお知らせです。寿命が山のように膨大な竜もいつかは土に帰ります。帝君の寿命は非常に長いものですが、月に満ち欠けがあるようにいくつかの試練があります。巷で流れる帝君が殺害されたという噂は事実ではありません。帝君は試練に見舞われ、魂は皇天に変えられました。皆様どうか気を落とさずに、いつも通り生活してください。また噂を信じ憶測することはおやめください。その七星のお知らせはなんて言ってたか訳してくれないか。はあ、七星の言い方だとそんな風になるんだな。こうも早く犯人探しを諦めるなんてなんだかおかしいぞ。
それに理由自体も急に考えたものみたいだし、まさか岩王帝君が死んでないことを知ってるのか。でも勝利は七星も仙人たちも知らないって言ってたし、神の心の取引が終わった後、勝利が彼らにこっそり教えたとか。だろ？そうだ、操船儀式はもう始まったみたいだし、終わる前に早く見に行こうぜ。あ、行幸と国政だ。何してるのかな。帝君の魂は皇天に変えられた。契約の断絶であって、一つの時代の終わりでもある。3700年の契約がこうして灰になった。私たちは幸せだった。そして時間の残酷さを忘れてしまった。神のいる地の長い夢は終わらへん。夢から目覚め、さよならを覚えるの。契約が再び作られた後、皆さんは次の時代に祝福を送るのでしょうか。では天中園様のスピーチは以上です。幽変様、何かお言葉はありませんか。あ、彼女こっちを見てないか。旅人。うわ、本当にこっちを見てる。あれが魔人を倒したと噂の旅人か。若い。七星は必ず恩を返す。知ってると思うけど、私たちにできないことはないわ。言ってみなさい、君がもらうべきものなんだから。では人探しのお知らせを。帝君、帝君が…ん？ところで、皆さんはきっと私と同じ気持ちですよね。岩王帝君に関する記念品こそ今一番の勝機ではないでしょうか。今日、わざわざ高校を使ってきたんよ。まさか、ほんまに岩王帝君に捧げるものやったとはな。まあこれでライバルが一気に3人も減ったっちゅうことやな。リーゆえの人間と仙人の関係はどんな形になるんじゃろうな。君ね、さっきの発言は本気？それともカッコつけてる？人探しのお知らせなんてうちうちに私に言えばよかったのに。あなたを仲間にしたことは最も正しい一手だったかもしれない。きっと後世もそう評価するわ。会場の整理、観客の管理、書面記録、仕事がたくさん。漏れがないようにしないと。
もう岩王帝君に会えないと思ってるぞ。このか…なんで当事者のお前が気楽に構えてるんだ。3700年続いた重荷を下ろしたんだ。気楽になるのも無理ないだろ。そうだ、お前たちはいつ空いている？新月軒の料理をおごろう。嘘はやめろよな、勝利。三杯酔いならまだ信じるけど、新月軒はお茶も有料なんだぞ。本当に払えるのか？あ、言われてみれば確かにモラが足りないな。岩王帝君、モラクスとしてモラを作るのは簡単だ。しかし勝利になることを選んだからには凡人のルールに従うべきだ。お前たちと共に行動してた時、神の心はまだ俺の手にあったわけだが、七神の座を降りると決めた以上、未来の新生活を予習しておかないわけにはいかないだろ。うん、道理で勝利が値段を見ないのは、値段を見る癖がなかったからなんだな。でも自由にモラを出せない自分にも慣れてないから、いつも他人に支払ってもらうダメなやつになったのか。いや、ファデュイの金を少し使っただけで、そこまで言わなくてもいいだろう。貿易の都で人々が交換するのは金銭と商品だけでなく、知識や記憶、目利き、それから身分、役割と生活の交換もある。モラックスがいくら岩王帝君として民と共に生活したとしても、勝利という本当の凡人が感じるものとは異なる。この件はお前に礼を言わねばならない。勝利としての俺もお前と共にリーウェにいた記憶を大事にするぞ。ああ、ただどんな旅でもいつか別れの日が来る。うん、オイラたちもそろそろ次の神を探す旅を再開しないとな。それは少し難しいかもしれない。リーウェの海上隣国である稲妻は今鎖国中だからな。ああ、神の意志によって定められた鎖国だ。稲妻の雷神バール、リーウェの人々が俺を岩王帝君と呼ぶように、彼女は稲妻で別の名前で呼ばれている。うん、確かライデンだったっけ。ああ、ライデンは稲妻幕府の将軍でもあるため、彼女はライデン将軍と呼ばれている。そういえば稲妻の情勢は緊張状態だって不当で聞いたことあるけど、少なくとも去年はそこまでじゃなかったよな。勝利、お前はリーウェの岩王帝君だし、何か知らないか？稲妻は一体何のために鎖国したんだ？それは神の目だ。神の目？手に負えない境遇を前に、人々は自身の無力を嘆く。しかし人生の最も険しい分岐点、その渇望が極致となれば神の視線を一身に受ける。それが神の目。神に認められし者が得られる外付けの魔力機関。ふむ、テイワット大陸共通の見解だな。しかし去年ライデン将軍はメガリレーを出した。メガリレー？稲妻全域の神の目を徴収し、千住百目神像の手にはめるんだ。神の目を？なんで？神の目は神の恩恵なんだろう？神の恩恵だから、それを自由に使える権利が自分にはあると彼女はそう考えたんだろう。うわー、厳しい。風神は自由の神、
元神は契約の神、そして雷電将軍は永久を追求する神。永久の国のため彼女は不穏要素を排除すると決心したんだろう。それに七神で最も古い俺も言ったことの影響で、彼女はより永久を追求するだろう。メガリレーを発表した時、きっと彼女はあの口癖を民に言ったはずだ。七神が求む七つの理念の中で永久だけが天理に最も近い。さて他に知りたいことは？天に昇る？そんなふざけた理由にしたとはな。しかし七星が犯人を追わずにこの件を終わらせたのは、確かに帝君は死んでいないことを知ったからだな。あ、七星だけでなく仙人たちの方にも教えたぞ。連絡の方法？ああ、夢枕に立つという便利な戦術を知っているか？さて、他に知りたいことは？そういえば、七星がお知らせを出す前に民衆たちの話を聞いたんだけど、みんな孔子のせいだと思ってるぞ。そういう非難は正確性に欠けはするが、軍玉閣を襲わせたことも魔人を出したのも紛れもなく事実だからな。行幸がこの件をネタにしたせいでファデュイの施設はえらい状態になっているらしいぞ。執行官の立場がなければきっとスネージナヤの外交官たちは孔子のせいにして彼をクビにするだろう。さて他に知りたいことは？仙人の時代は終わった。リーウェ七星さえもそれを受け入れなければリーウェの未来はどうなる？国政の言葉だ。悪くない。行幸の権力欲を褒めていたし、リーウェの管理する権利を神から七星へと引き継がせる計画は行幸が主導していたものだと思っていたが、よく考えると最初に奪権を言い出したのはおそらく、ん？さて他に知りたいことは？そうだ、今神の心を持ってないんだろ。テイワットの村はどうなるんだ？モラクスの死によって村は消えるのか？それに黄金屋は全大陸唯一の造幣局だろ。この先大丈夫なのか？現存のモラは消えないが、黄金屋は長い時間止まる。モラを作るときは元神の力が必要だからな。うわぁ、これからモラがなくなるぞ。世界の終わりだ。確かに大事件だ。金融面から言うと、いい、こういう難しい問題はリーウェ七星に任せよ。じゃあさ、勝利はさ、へそくりとかあるのか？へそくり？ふん、普通に考えてそれはいいものだな。しかし、しかし、しかし忘れていた。さて他に知りたいことは？では鎖国を突破する方法でも考えよう。焦るな、きっかけも必要だ。